世界パズル選手権は世界パズル連盟が主催するパズルの国際大会である。第1回大会は1992年にニューヨークで開催され以降毎年行われている。パズル選手権の前身としてヨーロッパで行われていたクロスワードマラソンというクロスワードパズルを作成する大会があった。ポーランドで始まったこの大会は 1990年には13カ国が参加する大会となった。しかし、クロスワードには言語の壁があり、他国の作品を評価するのが難しいという問題があった。この問題を解消するために、言語の障壁を取り除いたパズルの大会が考えられ、ゲームス氏の主催により、第1回大会が開催された。各国の代表五人が問題を解き、正解者に与えられる、 得点の合計で順位が決定する。代表の選び方は各国で異なっている。国内で行った大会の上位者を選ぶことが多いが予選をせずに代表を選抜するケースもある。例えばアメリカでは第3回から第7回まで同じメンバーを参加させていた。問題は基本的に開催国のスタッフが準備するが国によって不利にならないよう言語や 文化などに依存しないような問題が多く出題される。そうでない問題は競技により無効になる場合もある。2010年10月現在45の国や地域が連盟に加盟している。日本は第1回の大会から選手を派遣している。以降2001年を除き毎回選手を派遣している。選手はサッカー代表1名と国内予選で選ばれた4人からなる。 これとは別にキャプテンの西尾哲也らスタッフが同行する。最初の頃は成績が芳しくなかったが、これは選手の実力よりも問題の傾向によるものと言われる。第7回大会以降はこのような問題が減少し、日本チームが上位に食い込むことも珍しくなくなっている。2002年の大会では日本チームが優勝している。2010年には有松太郎が 日本人で初めて個人戦で優勝した。有松は2002年の団体優勝の時のメンバーでもある。日本予選日本の選手の選抜は以前は世界文化社が担当していた。日本パズル連盟の発足後は同団体が選考を行っている。初期はパズラーをはじめとする同社の系列紙で一時予選問題が発表された。正解者の中から抽選で二次予選問題が 送付される。この上位者が東京に集まり、決勝戦が行われていた。途中からインターネットを利用した予選が併設され、この上位者が上記の予選通過者と共に、決勝大会を行った。2008年には、選抜がインターネット出題に一本化されたが、予選そのものが行われない年もあった。原則として、問題の作成は開催国のスタッフが行うため、 日本人が問題を作成した例はほとんどない。確認できるのは第1回と第7回のみである。第1回の開催に際して、吉川原信之は何問か問題を提供している。少なくとも小町さん系のスーリーパズルとメカニカルパズル2種の3台を出題している。第7回大会はトルコで行われたが、世界パズル連盟のスタッフに壊れた西尾哲也が中心となって、 問題を作成している。西尾は、世界文化社で作品を発表している作家だけでなく、ニコリにも協力を要請し、多くの言語や文化に依存せず、論理だけで解けるパズルを出題した。世界パズル選手権への道 P54、世界パズル選手権への道 P692009 年、2011年、2012年は、予選が開催されていない。パズルの宣教師 P50、P 世界パズル選手権への道 P69 ありがとうございます。